寄生虫配信。なんとしおりんがですね、可愛い声で寄生虫の顕微鏡でのこう映像を、見た目を出すという配信を行っておりました。おー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  Okay, okay. What do you think this is? Mosquito larva. Larva. こよりがですね、もう本当に英語できたらよかったのにとね、めちゃくちゃ思いましたね。なんて言ってるのか知りてぇ知りてぇって思う配信だって、もう永遠に寄生虫を紹介し続ける。A flatworm! Flatworm! Someone said it! So, this is the largest one. In terms of parasites, flatworms are large. They're humongous. They're among us. そしてね、のタイトルがあなたの中に寄生虫がいます。顕微鏡ストリームというね。もうタイトルが あまりにも恐れしすぎるという、はい、配信をしていたんですけど、かわいいね。ひどい事件だったね。もうすごいなんか意気揚々とね、解説してるのがめちゃくちゃ可愛かったですね。おー、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 wait! おー、おー、OK。テープワーム!これ、なんか自分で撮ったやつなんかな?ね。なんかこんなのできるんだと思ってさ、そう、小夜も研究者なんでね、顕微鏡を使ったりとか、もちろんしていたんですけれども、顕微鏡ってこう、覗き込むだけで画像にしたりとか、ハイテクなことは、してなかったんで、そうだね。寄生虫が友達、大丈夫かな?それはちょっと心配になっちゃうけど、それ友達になる、友達、アドベントのみんながまず友達だから、寄生虫を友達にしなくてもいいんじゃないかななんて思うんですけども。まあ、ちょっとこちらですね、もしかしたら配信内で話してると思うんですが、これはね、英語がわからないもので、なので、なんでこんな配信をね、したくなったんだろうというのをちょっと興味が湧きまして、しおりんにですね、まだ、ツイッターの DM しか使えないんですけども、ツイッターの DM でですね、なんでこんな配信したねんというふうに聞いてまいりました。そうしましたら、お返事がこちらでございます。I'm just like biology! ただ、生物学が好きなだけです!という、すごく、わかりやすい返事でございました。ほな、ええか!一緒に顕微鏡を覗きたいよー、あっぱれー、わあ。こういうね、奇抜な配信、これでもう大好物なんで、もういいなぁと。いいわ、ピュアでいいな、さらに。かわいく見えてきた寄生虫が、というね、気持ちになりました。ね、でもこういうなんかそのね、シャーロック・ホームズが恋人だったりとか、そういうね、ブンブンとかでも本当なんか面白いなと、思いまして、ね、いつかなんかね、なんかいろいろ語り合えたら嬉しいななんて思いますね。ということで、続いてのリークはこちら。